はい、このアングルからお久しぶりです。こんにちは、マサです。今日は今から都内の方に向かいます。途中電車乗り換えていくんですけど、目的は今日は都内の方で試合の方があるんで、都内の方に向かいたいと思います。というか、まあ最近ずっと都内に行ってるんですけど、はい、まあ試合なんで、まあ、撮れたら載せるんですけど、ちょっとまだどうなるか分かんないので、まあ今日は、まあ、試合前のアップの風景とかもちょっと撮れたらいいなぐらいの感じで、やっていきたいと思います。じゃあ皆さん、楽しんでこの動画の方見てください。はい、なんか髪の前髪がすごいなんですよ。マジ都内って感じ、相変わらずすごいわ。相手はまた大きいと思うんですけど、どんどん戦います。ひろとさんはちょっとそれは泣えないように何か泣いちゃったから全員スカリポンいいやと思います。それカットさ勝ちたいと思います。頑張ります。お疲れ様です。強かったっす。マジ強かったっす。でもまあ自分たちのプレーできたんで、はい、まあここからもっと上げていければと思います。はい、はい、玉川戦勝ちます。一言ずつ何かないですか。お前使えないじゃろ。マジ俺の本命帰り道、池袋のど真ん中です。どこ行くんですか今から。今から。さん今からどこ行くんですか。どうします。ひろとくんどうします。この流れ絶対好きやで。草。行きたいと思います。みんな好きみたいです。はい。で今地元の方に帰ってきました。今、まあ、時間的には夜中なんですけど、まあ、なんだか無事に帰ってこれました。試合の総括なんですけど、まあ、まあ普通に力不足ですね。自分たちの結構大差で負けちゃって、まあ改めて力不足を通過した試合でした。まあ単純になんだろう、能力差もあるし、まあ、IQ 的なところでも、まあ、かなり相手にやられてしまっていたんで、まあそこっすがね、やっぱりバスケ IQ を、まあ、チームとしての IQ を高めていかないといけないのかなってすごく感じました、まあ、個人としてはなんだろうな、結局そのファーストオプションでやるっていう経験が今まで少なくて、まあ、今回は、まあ、そういうチーム編成でもあったんで、自分がファーストオプション
とかアイストレーションになった時にどこまでできるかっていうのをちょっと見れたんですけど、まあなかなか結局アイソになった時に外からのシュートになっちゃってドライブいけなかったり、まあ自分にアドバンテージがある状態でのシチュエーションでパスを選択してしまって、それがターンオーバーにつながったりっていうのがこの試合にあったんで、その辺をもっと縦に切っていける能力もそうだし、あとはショートジャンパーを決め切る力、結構何回かショートジャンパーを打つ機会あったんですけど、そこで決めきれなかったり、リトリートすればいいところをリトリートできなかったり、単純な能力勝負になってたので、まあ、そこでバスケット的な物語を描けなかったのが個人的な反省でした。まあその中でも一応スリーポイントとかも打っててアイソからまあ決めたりもしたんですけど、やっぱりもっと頭を使ったバスケットボールをして、自分が周りを生かせるようなプレイヤーにならないと今後絶対手詰まりになってくるんで、まあそういうプレイヤーになれるようにちょっと自分がそういうファーストオプションであるチームの時はもっとやっていけたらなと思います。まあ、あとはインサイドプレーかな、自分この身長でインサイドが任される時も今のチームあるんですけど、まあインサイドにも点取れて、まあアウトサイドからしっかりもう狙っていけるっていうプレイヤーにもならないといけないと思うんで、まあ、単純に今自分がこの実力でドミネートできないっていうのはちょっと試合慣れのとかの部分も含めて課題ではあると思うんで、ちょっとその辺は今後伸ばしていかないといけない自分のファンダメンタルの部分であるんで、もうちょっとやっていけたらと思います。まあ、今日の対戦は個人的にも知ってる人とかいたり、まあ結構面白くはあったんで、反省だけばかりじゃなくて、まあいいプレーもあったし、そうですね、なんでもっと伸ばせるように、まあ時間はあんまないんですけど、まあ諦めずに愚直にやっていけたらと思います。はい、なんかすげえ5分ぐらい喋ってるねやばいっす。はい、まあ最後こんな感じで自分のちょっとした総括で終わりましたけど、本当に最後まで皆さん見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。